だからなんかねしてみたい。うん、あのねケイタイケメンだよちなみに。王子様来たらやばくない？王子様来たら私本当にやるからね。ちょっと酔っ払ってきちゃったみたいな絶対やるからね。でもそんなことはマジでないと思う。だって私一目惚れってしないから。あ、でもね人生で一目惚れしたことあんの。でもそれ10代じゃん。顔でビビッとくるってさ、もうそれってもう若い頃だからね。そう、シングルだし恋愛したいじゃん。クリスマス遊びたいじゃん。いやこれはあの親友とのお揃いの指輪。久々じゃない？私初めてじゃん。今年本当にしてないからね。モラハラ男だけは。ちなみにモラハラ男ってあのね経営者とかにありがちなんだけどね。だ前の彼氏も経営者だったけどその人モラハラだったね。あの社長とか。24あの人だよって何？いや多分ね DM は来ると思うけど。分かりみすぎる。そうあのねなんつうんだろうな。そうなんだよね。どういうこと？違うよ。違うないって。なんもないよ。ただほらカラオケ配信できないらしいからさ。じゃあ品がある眉を見せてあげる。あんたは彼氏はワンチャン無理そう。よくストレス溜まってないよ。じゃあそうじゃあ見てて25日の私。素直になれば。前結構素直だと思うんだけどね。結構思ったこと言うと思うんだけど、キャップ噛むの好きなの。あ、飲み込んじゃうの？ダメだってさ。バチェラーって何？これ前髪だから美容院で切ったんだけど、もうみんな指摘しないでよ。バチェラーって何？よいちょ。金ちゃんといる時いつも楽しそう。金ちゃんと私2回ぐらいしか会ったことないけど。金ちゃんね。金ちゃんもさ洗脳系だからね。金ちゃんも危ないよ。金ちゃんもね金ちゃんって誰とも連絡を取らないようにしてこう自分だけの世界なんかもうこの人しかいないんだっていう世界を作るんだって。あの人はすごそう。恋愛ドキュメントみたいなやつ。あ、前そういうの出たことあるよ。一回出たことある。前一回それ出たことあって、なんか芸能人とのやつだったんだよそれで。なんか最後になんかなんかこうその部屋の中でなんか合コンみたいなのが始まるので、そこで最後に作り話じゃないけど最後にこの誰が良かったですかっていうやつをやるんだよ。でそれでお互いがヒットしたらなんか15分間なんかこう個室の部屋に行けるのね。個室の部屋個室の部屋に行けて、だからそこでお話できるんだよね、うん、番組だよ。で私なんかある芸能人に君に入れるから俺に入れてって言われて、いやキモいから入れなかったの。そしたらそいつずっと出待ちしたね、前のこと。でもめっちゃ昔ね、うん、めっちゃ昔だよ。うん、文字じゃないけどねどこも持ってないよ。でもさ、私さ、持ったでしょって言った時にさ、謎にさ、持った時言うよね。これは持ったけど、だから言うよね。でも本当に持ってない。本当に持ってないんだってば。本当なんだってば。本当なんだってば。うん。本当だよ。違うって。違うよ。まあでもね、だってほら言っちゃったらバレるじゃん。それ言っちゃったらバレるじゃん、多分さ。アンチどもがさ、いやいつも持ってる時あるけど、持ったよねって言われた時に、いやここは持ったよって言うじゃん、私。その時に謎にこれしかもこれ20万円で調べてみな。これプラチナのなんかブリリアンカットってやつ。ブリリアンカットで本当にそのぐらいするんだ。うん。自分評価が高すぎる。自分評価高い？そうかな。でそんなことないんだけどね、うん、そこまで話してたって言ったらバレちゃうじゃん。そうそうそう。でもラブレター、それさ、何、自己肯定感？なんか言いたいこと分かるよ。その高い方がいいよね。マイナスでいいことなんてないじゃん。うん。で28やの。うん。で風呂も入ったしね、顔も洗ったし、うん、男？何歳か教え、男？男ってどういうこと？1月のデートする男ってこと？ 1 月のメンズは33歳かな。あ、男のその人はね、40今40代前半じゃない？うん、やめてっつってんの。違う、やめろ。違う。うん。てかね、前ね、テレビ見てないの。なんでかっていうと、うちにもう、私の部屋にテレビがないんだって。テレビ見てないんだよ、もう。うん。ほんと気違い。じゃ、やめようか。やりづらいな、もう。じゃ、また明日か明後日やるわ、じゃあ。ね、こういう時さ、どうしたらいいと思う？服、こういう時どうしたらいいの？マジで。ね、抱っこすると、おろせってするんだって。撫でると噛むし。そう。夜に迷惑。うん、でもね、当たり前じゃん。ペット OK だよ、一軒家だし。うん、いや、しつけはなってて、普段こんな吠えないんだけど、ハニーを抱っこしたりとか、携帯とこうやって喋ったりするとこうなるの。だからいつもこんなんじゃない、服って。いつもはおとなしいし、本当にだから嫉妬なの。でも嫉妬ってさ、しつけじゃないじゃん。うん。おとなしく褒めてるよ。嫉妬ってどうすることもやっぱ性格だから、そこは。異常なんだよ、そのやきもちも。うん、眉が歯に抱っこしても、総理が歯に抱っこしても、もうブチギレ。自分だから。でもすげえ甘やかされてんだけどね、服って。なんつうの、カリカリの上にさ、いつもささみを低温調理してあげるわけで、だから総理が低温調理ですごいこう美味しくささみを美味しく作って、それあげてるのね。うん、総理が甘やかして、で私がねこの前カリカリの上にさ、普通のドッグ缶のお肉を出して渡したら、はぁみたいな顔してきて、服が。何この残飯みたいな。